さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドロシーリンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。はい、お願いします。はい、それでは今日ちょっとテーマはまあ映画についてちょっと喋ろうかなと思ってたんだけど、はい、その前にちょっと映画に関する雑談というかそれをちょっとしていけたらなっていうふうに思います。これ撮るまでにしてるから、そうなんだ、からそれの延長線上のことをできれば喋れたなって思うんだけど、はいはい、何をさっき話してたっけ、まあ、ジェイクのあの動画、ジェイク・ギレンホールの動画をちょっと見てたっていうのと、うん、特には特にはしてない。そんなんかな。一個だけちょっと今思ったのがあって、うん、あのさっきあのオクトーバースカイだっけ、うん、なんだオクトーバースカイだっけ、あったっけ、はいはい、日本のあれなんだったっけ、遠い空の向こうにかな、そうでしょ、うん、みたいな感じでさ、アメリカの映画、まあ、アメリカの映画だけじゃなくて海外の映画って結構その日本に来るときに日本語の名前変わったりするじゃん、日本語タイトルというか。そうね、はい、あれいい時もありゃ悪い時もあるじゃんとか、あとえなんでそうなったのみたいなのもあったりするじゃん、うん、あれってなんでなんだろうね。だから例えばオクトーバースカイだって別にオクトーバースカイのままでもいいじゃん。なんかこうオクトーバースカイって言われても分からんからちゃう。それででも俺 あの映画見たことないからあれなんだけどさ、うん、日本語なんだっけ、あの日遠い空の向こうにで見終わった後に、うん、あそういうことかみたいなパッとした、オクトーバースカイがどっちか、そのオクトーバースカイでもあのその日本語タイトルでも、いやどっちも分からんからでも遠い空の向こうだから、その言ったらなんかこうロケットに関することやから。実際 NASA の話だっけあれ。いやその、まあ、言ったらそのなんて言ったらいいんやろその子供らで、うんまあ、ロケット作ろうやみたいな、うん、でなんかこう遊び半分で作ってったんがだんだん本気になって、でなんかコンペティションとか出るようになってみたいな。でも話としてはその子供の話なの、それが大人になってっていうような話じゃない、うん、ずっと子供の話。だからまあ遠い空の向こうにっていうのももちろん、まあそうか、わかるけど、そのオクトーバースカイっていうのは何なの、10月のその話の中のなんかの一つなのかな。いや知らん、だからオクトーバースカイって今言われてもんってなる、とかなんかあのポスターが日本のポスターとアメリカのポスター全く違うのとかがあったりとかしたから、ちょっとなんかその辺をちょっと話していけたらなと思って最初に。うーん、だから、まあ、今ちょっとパッと出てきたのが、うん、あのあれよね、少年は残酷な夢を見る。はあ、なるほどね。 We need to talk about Kevin でしょ、はい、あれなんだあの違い、すごくない、だってあれでもそれまあまあそうか、逆に俺はその日本語のタイトルつけてセンスすごいなと思ったもん。いやでもすごくない、いやまあね、俺でもあれどっちも確かに納得はする。その We need to talk about Kevin でも、まあ、確かにそうだなっていう風になるし、うん、少年は残酷な夢を見るっていうのも、まあ、確かにそうだなっていう風に、うん、でもどっちでいくかよね。だから We need to talk about Kevin を日本語に訳して、ね、意味がまあそうか、題名として発表するのか、うん、そのまま英語で We need to talk about Kevin、 そうですね、そのパターンもあるよね、うん、だから例えばスパイダーマンだったらスパイダーマンのままじゃん、その雲人間みたいに訳されないじゃん、まあ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 、だからそれもあるよね。だからそれがなんか長いなってなったんじゃない。でも少年は残酷な夢よりも長い、長いし結局でも どっちにしろ、まあ見終わった後確かにそうだなとはなるけど、 見る前は何の話ってなるもん、ね、タイトルだけ見れば、うん、だからこの英語圏の人はどうか分からんけど、うん、日本人的に見て、うん、We need to talk about Kevin っていう題名だけ見ればどういう映画か、まあね、確かにね、全く見当つかへんやん。じゃあまあ直訳すると、まあ、ケビンと話す必要がある、うん、ケビンと話し合う必要があるみたいな感じだよね。そうね、ケビンのことについて、うん、だからそれがコメディ映画なのかファミリー映画なのか、確かにね、なんかあのミステリーなのか分からへんやん、うん、だから多分まあいろいろなその内容も加味して少年は残酷な弓を射るっていう題名にすれば、まあ、ある程度の予想はタイトルからできるやん、まあ、あ結構
あ、まあ確かにね、結構クールんだなみたいな、クール映画なんかなみたいな、残酷入ってるどういう弓もいるのみたいな、ね、そう、あ、なんかでもそっちの方が俺はでも、いやでも俺もあれはなんか日本語タイトル想像が膨らむかなみたいな、あれも確かに日本語タイトルの方が好きだし、どういうあれがで実際に弓引くやん、引くね確かに、あれはしかもすごい引き方だし、あれそう、うん、どういう紆余曲折が、でも最終的に見終わった後にウィーンにずっとトークアバウトケビンでも納得はできるもん、確かにそうだ、まあまあ そうね、そうだったなみたいな、あれはでも確かに日本語訳はいい例というか、うん、あれはいいと思うよ、うん、あれは確かに良かったなって思うけど、うん、あれをじゃあ次行こうかな、あのあれの英語タイトル知ってる、うん、アニメのディズニーの、ディズニーはね、ディズニーのあのじいさんが空と、カールじいさんと空飛び家、あれ何だっけな、アップでしょ、アップ、うん、あれすごいよねでも、もうディズニー映画は、うん、あれはでも俺日本語タイトルが正解だと思うよ、いやと思うで、うん、アップってすごないだ、結局多分でも、うん、日本で、あれを公開するにあたって、うん、多分ターゲットが子供やん、まあそうだろう、でもまあアメリカもそうじゃない、それで言ったら、まあまあまあそうや、うん、大人よりかは、うん、だからでもアップって言われても すごいよね、だからそのアナ雪でもフローズンやんか、まあそうね確かにって言われるよりはなんかこう、うん、もうちょっとこう童話的なタイトルにした方が食いつきやすいって言ったらあれやけど、ね、うん、あれはなんじゃないかなみたいな、英語名、うん、俺的には英語タイトルが失敗してるというか、うん、日本語の方が 100% いいなっていう風に俺はあれ思ったから、でももう渋いけどね、アップだけ全部ディズニーってなんかこう一単語だけの方がフローズンであったり、他何あったっけ、アップであったり、他何があったの、トイストーリーはでもトイストーリーのままだもんね、あれはディズニーだ、あれ違うっけ、あれ俺その辺あんまよう分かんない、俺もそのピクサーでも今も一緒じゃんディズニーピクサー、ディズニーピクサーでしょ、あんま分からない、でマーベルもなんか今あれは、うん、結局ディズニーに入ってないんだっけ、知らん、うん、俺もなんかねディズニー、いや入ったんじゃないかな、ディズニーとピクサーの違いも分かんないし、でディズニー別にアニメーションだけじゃないじゃん、あのパイレーツとかもディズニーの3回入ってるでしょ、はい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 、とかっていうのもあるから、俺もどこまでがディズニーか、ただとりあえず引くほどバカでかい会社っていうぐらいしか、ね、っていうことしか分かんないかな、なんかすごいよラプンツェルも確かなんかちょっと変な名前というか、塔の上のなんちゃらみたいな感じの英語、そうそうそう、塔の上のラプンツェルが何だったっけ、あれ何だったっけ、なんか何だったっけな、まあ、ラプンツェル以外も、あでも何あったっけ、ですパッと出てこんな、シンデレラ今めっちゃすごい勢いで調べてんだけど、うん、そう間に合わへん、白雪姫あとディズニーピノキオとか、あこれはでももうキャラクターの名前で、ダンボ、あダンボ、あバンビ、あシンデレラはシンデレラ、あそのままなんだ、ピーターパン、ピーターパン、そう、ね、うん、101匹ワンちゃん、それでどうやって訳されるの、100&1ダルメシアンズ、まあまあまあそのままだね、じゃんジャングルブックロビン、クマのプーさんもディズニーやねん、プーだけあればウィニーダプーじゃないんか、プーさんは、The Many Adventures of Winnie the Pooh、うん、まあ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 かなり、アラジンでしょ、アラジン、ね、ライオンキング、ライオンキング、はいはい、トイストーリー、トイストーリー、ポカホンタス、ノートルダムの鐘はいはいはい、はい、ヘラクレス、はい、バグズライフもあったな、あれピクサーかな多分、うん、最初はまあディズニーかな、うん、ディズニー映画ちゃうねんちゃうねん、ちゃうねん、もっと後やねん、そうなんよ、エンディングにも、今のところ今のところそのままなんも全部レミーの美味しいレストラン、おーいいね、わなんか変だった気がするわ、うわなんて読むんかわからん、ネズミがあのレストラン開いてなんか一人の男の人と一緒にやるやつね、ラタトゥイレ、おお何何ラタトゥイレかな、何やろあの食べ物じゃなくてラタトゥーユみたいな、ラタトゥーユみたいな、それイタリア語かな、わからんけどフランス語かな知らんけどって書いてるね、俺でもあの映画を見たことないから何なのかわかんないけど、それが食べ物なのかもしくはそのレストランの名前なのかみたいな感じなのかな、カールじいさんがアップ。アップね。うん、ひどい。ラプンツェルあるやん。タングル。そうだよ。そう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 。どういう意味？
知らん。あれ紙に関することじゃなかったっけ？何やったっけ？絡まる？そんなん。そう、そんななんか結んでるか？結ばさってる。結ばさってる。誰がわかる？そんな。こんな急にぶっこんできて。もつれた。そうね。うん。これもだから日本語の方が正解だよね。日本語がなんだっけ？塔の上のラプンツェル？うん。うん、でしょ？うん。これも絶対そっちの方がいいね。メリダと恐ろしの森。なんて？メリダと恐ろしの森。何やそれ？ちょっと最近のやつやね。とかブレイブ、うん、ベイマックス。ベイマックスに関してはビッグヒーロー6やからね。え、何？なんで？ビッグヒーロー6？ 意味わからん。俺これ見てないから。いや、俺も分からんけど。ベイマックス見たっけな、分からんけど。あの白いでっかいやつね。そうそう。ビッグヒーロー6やで。何それ？分からん。やばいやん。ベイマックスって言っても名前でしょ、あの白いやつは。知らん。多分まあそんな。でもそうだね。みんな言ってっから。うん。ビッグヒーロー6が本来の名前です。うん、うん。らしいですよ。でもそうか、でもディズニー意外とそのキャラクターの名前がそのまま使われてること結構あるんだね。うん。だから。チキンリトル。何やそれ。チキンリトル。チキンリトル。でモンスターズインクとかもやっぱりでも、あディズニーになってくんるんやね。そうだ、ピクサー。そうか、ピクサー。ディズニーピクサー。そっか、ディズニーはまあじゃあそんな。でもそう考えたらその日本のジブリ映画とかも英大にするとみたいなのもあるんじゃない？そうかそうかそうか。英大が分からんけど。俺もパッと出てこんけど、なんか変なイメージだわ。その英語名のあのパッケージ見てもこれなんだってなって、うん、で A 見たりとかその裏見たりとかしたらあこれねってなったりするから、確かにね。ジブリ。調べましょうか。うん、そうっすね。そっか、逆のパターンもあるもんね。そうかそうか。そう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 。じゃあクイズしましょうか。ああ、いいっすね。どうせやったらね。はい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 。はい。はい。で、一つ目。どうぞ。これは簡単。はい。キャッスル・イン・ザ・スカイ。はいはいはい。城が動くやつ。ハウルの動く城。あ、違うか。キャッスル・イン・ちょっと。マジかよ。あれだよ。あれ、ナウシカじゃなくて、あれよ。まずそんなジブリを知らない。そうなん、ちょっと待ってよ、あれ知ってる知ってる知ってんだって、うん、天空の城ラピュタ。ああそうはいはいはい、危ない危ない危ない。続きが、どうぞ、どんどん来い、どんどん来い。グレイブ・オブ・ザ・ファイアー・フライズ。ああ分かった、ホタルの墓。はい、ああオッケーオッケーオッケー。これめちゃめちゃ簡単、そのままだね。、うん、多分結構全部簡単。あ、本当に？うん。マイ・ネイバー・トトロとか。あ、そう。いやでもまんま、ゴリゴリそのままだもんね。、うん、それは、うん、キキズデリバリーサービス、うん、はいはいはい、あの魔女の宅急便ね、うんうん、これは分からんと思う。確かにそうだね。オンリーイエスタデー。何？オンリーイエスタデー。オンリーイエスタデー、何や英語のタイトルが。お、待て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 、オンリーイエスタデー結構前のやつ。これは91年に。うわ結構前でした。トトロよりちょっと前か。これ自体あん知らん人多いかもね。だよね。平成たぬき合戦ポンポコとかそんぐらいの時代だよね多分。ポンポコの方が後。後か、うん、なんだ紅の豚。違う違うか、うん、天あれか、直しかでもないもんな。これはでもその有名どころとしては意外と出てこうへんかった。まあそうか、この、うん、タイトルは多分分からんと思う。なんだろう、思い出ポロポロ。オンリーエスタデになるんだ、うん、でさっき言ってた、うん、平成たぬき合戦ポンポコはもうそのままポンポコ、はいはい、いいね。ポンポコ、ポンポコ、POMPOKO ポンポコ。ハイフンはある？ない。ポンポコ、ね、オッケーオッケー。ちなみに逆に紅の豚は何やと思う？見た？見てない見てない。 あ映画の話、うん、あ見てない。見てなかったら分からへんな。じゃあ見てたら逆にあーってなる。わかる。ああそうなんだ。ポルコロッソ。ああ分かるもんだけど、キャラクターの名前ポルコロッソ。そう。The Whisper of the Heart。耳をそばそば、うん、ああま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 あいい、いいね、いいタイトルかも。プリンスもののけ。ああそのままか。いや大体一緒やね。確かにちょくちょくその、うん、たまに違ったりするのはあるけど、でもハウルとかなんだったっけ。ハウルとナウシカもそうだし、
スピリテッドアウェイ。あ、出た。それがあのあれだ、千と千尋の神隠し。あ、うん、そう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 、それは確かにね、分かんない、ね、分からんな。でも逆にさ、千と千尋の神隠しってさ、はい、直訳してください。いや、そうなの、そこの問題よね。千と千尋の神隠しって何なんだろうってなるもんね、確かに。何なんやろな、何なんだろうね。チェンジリングとか、あとか、あれなんだっけ、あれ神隠しでも何でもないもんな、うん、そうか。ちゃうかな。また他なんかあったりする？ザ・キャット・リターンズ、猫の恩返し。これってさ、それひどいな、ちょっと直訳しすぎじゃない？直訳、うん、でもね、リターン、キャット・リターンズ、恩返しをリターンか、そっか、わからんでもないけど。ハウス・ムービング・キャッスル、あ、そのままか、そのままか。テイルズ・フロム・アース・シー、あー、それはでも確かにゲド戦記でしょ、うん、あー、音がすごい今の。ポニャ、ポニャ。いや、タイトル一言ね、ポニャ、ポニャね、ポニャ、オッケー、いいよ、わかりやすい。アリエッティ、そのまま、うん、おー、 From up on Poppy Hill、 向かって、 From up on Poppy Hill、 ポッ崖の上の、崖の上のポニョやん、それは。それポニョやん。え、なんだろうそれ。まあ、ね、新しくなってきてる、時系列的にだん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 新しくなってきてる。何の次って言ったっけ、ポニョの次、アリエッティの次、アリエッティの次かな、がタイトルが何だったっけ。 From up on Poppy Hill。 ポッピーヒルってなんだ。俺も知らん、見てないもんな、多分俺これ。あ、そうなの、わかんない、何の映画、コクリコ坂から。あー、見てないわ。The Wind Rises。 あー、かあの戦争のやつだ、タイトルが出てこん、風立ちぬ、うん、あ、オッケー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 、そうね、そんなもんか。まあ、なんかいろいろ後あるけど、まあ、やっぱちょくちょくかな、基本的にはやっぱ直訳だったり、そのキャラクターの名前がメインで使われてることが多いのかな。ね、まあでも、どっちでもいいけど、別に。わ、うん、かるやん。まあ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 。あとなんかここに映画であったっけな、なんかちょくちょくあった気がしたんだけどな、うん、その日本語のタイトルと明らかに違うぞっていうのが。思い出してから来い。なんかありました？なんかあったかな。ポスターで言うと、今ちょっとパッと出てきたのかな、白毛の戦いだっけ、あのマイティーソーの役、白毛の戦い、違ったっけ、違ったっけ、白毛、白毛だったっけ、そのままだったっけ、モビーディックでしょ、えじゃなくて、あれ違うの、あのあれ俺が言ってんのはあれだと思う、マイティーソー役の人なんだったっけ名前、全然出てこない、本当に全然出てこない、ちょっとやばいって、クリス・ヘムズワーズ、クリス・ヘムズワーズが確か主人公というかメインの、うん、あれ白毛の戦いじゃなかったっけ、ポスターが、クジラの目の前に、潜ってて、なんかクリス・ヘムズワーズが向かってるみたいな、あれ違ったっけな、白毛の戦いです、うん、白毛との戦いか、うん、これがまあ日本、そう、日本のやつはこれなの、うん、でアメリカのやつはこれなの、全然違うでしょ、誰？何？In the heart of the sea。うん。まあ、名前もそうだけど。The inspired Moby Dick、はあ。ポスターが全然違うでしょ。ああ、確かに。タッチが。でも、heart of the sea って言われても。まあ、まあ、まあ、このタイトルはね、確かに確かに。うん、でもなんかね、白毛との戦いってなんかね、俺見てないからあれなんだけど、なんかあんまりこのタイトルがしっくりこないみたいなのを聞いたことあるね、確か。見てない映画言うんやめようや、もう。どうだった、見た映画を言いたい。なんかあったっけな、見た映画で名前が変とあれが違うやつ全く出てこない。そうね、確かに出てこんな出てこへん、出てこんな、こういう時全く出てこへん、確かに普段なんもないとき出てくるみたいな、あれなんやろとか知らんわとか言ってんの、こういうときに出てこない、そうね、確かに、うん、
じゃあまあそろそろじゃあ本題のそのテーマというかそれに移りましょうか。そしたら、はい、今日のちょっとテーマなんですけど、まあ2人結構映画が好きっていうのもあって、まあ特にしげさんがもう引くぐらい映画を見てたっていうのもあって、まあ一回ちょっと話して、あの普通の普段ご飯食べてる時かなんか何してるか時に話してたんだと思うんだけど、あの人に映画紹介する時に何紹介するみたいな、でもうベスト5を決めて、あでもうそれ以外は絶対紹介しないようにしようと。ああなるほどね、うん、はいはい、ベスト5を決めちゃおうみたいな話をしたんだよね、うん、確か。だから、まあ、映画好きみたいな話をすると、うん、じゃあなんかおすすめの映画何みたいなとか、あとまあ全く映画知らない人に逆になんかこれ見たらいい映画ある、うん、みたいな聞かれた時に、そのもうこれだけは教えとけばもう OK みたいな5本をちょっと自分の中でお互い決めようみたいな、決めとこうみたいな、うん、みたいな話になって、それぞれその時に決めて、うん、メモってってたんだよね、なんか紙に、うん、でそれをしばらく2人とも持ってたんだけど、うん、最近しげさん捨てたんだっけ、ゴミやな思って捨てたんでしょ、うん、そう俺は今持ってるから覚えてないんだ、ちゃんとそこが問題なの、覚えてるんだけど全く覚えてない、全然覚えてないんでしょ、だから、うん、もう全く覚えてないでしょ、だからまあしげ、うん、さんに関してはその順位というよりかは、うん、これがまあ良かったなっていうのをちょっと思い出しながら、はいはい、ちょっと喋っていこうかな。だからまず最初ちょっとしげさんのそのまあベスト5というか、まあそのこれよいいよっていうのをちょっと5本ぐらいちょっとパッと選出して、俺の、そうちょっと考えるからさっき自分言ってくれへん、あ本当に、まあ、俺ちょくちょくそのしげさんのあれが知ってるからこれそうだったんじゃないのみたいな感じでちょっとずつ掘り下げていこうかなと思うんだけど、何やったかな、まずちょっと思ったのが戦闘ブーマン、確かその5位以内に入ったような、あ戦闘ブーマン入ってたでしょ、これは好きな映画でしょ、俺、うん、あれ見たことないんだけど、どういうような映画なの、あらすじというか、あらすじはね一人のアメリカの高校生がおって、うん、ベアード校っていう、うん、まあ日本で言うてもあれかまあ進学校やね、はいはいはい、進学校で、うん、でまあ言うてちょっとお金持ちな学校、はいはいはい、こっちの進学校私立の学校、はいはい、でそこに通う、まあ奨学金をもらってる、うん、ちょっと片田舎から出てきたけど頭良くて奨学金をもらってる一人の学生がおったんだけど、はいはいはい、でそれこそサンクスギビングじゃないかな、うんまあ、ちょうどサンクスギビングの時期やけど、うんはい、の時に、まあ、他の学生は、まあ、親がお金持ちやからあサンクスギビングに、まあ、旅行行こうぜ、はいはいはい、そんな話をしてんねんけど、でもその子は名前何やったかな、チャールズやったかな、うんうんうん、チャーリーかなんかそんな名前でで言ったらお金がない、うん、からまあ、そのサンクスギミング中もバイトすんねんみたいな話で、うん、でホームヘルパーじゃないけど、うん、どう言ったらいいんやろ、まあ、お手伝いさんみたいな、お手伝いさんのバイトを1個見つけるのよ、うん、で、まあ、面接じゃないけどそこの家に行くねん、うん、だからそこの家族、うん、奥さん旦那さん子供、まあ、ちっちゃい子供2人ぐらい住んでて、うん、でプラスアルファでその奥さんのおじさんも一緒に住んでる、はいはいはい、でそのおじさんは言うたら退役軍人、はいはいはい、で、まあ、目を負傷して、うん、目が全く見えへん、うん、でもその家族はサンクスギビング中にその旦那さんの、うん、実家、はいはいはい、に行くから、うん、ちょっとこの面倒見てくれへんか、面倒見てくれへんかっていうか、うんうん、まあ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 、そのお手伝いをしてくれないかみたいな、そう、その身の回りの世話をしてくれへんかみたいな、でまあ引き受けるわけ、うん、でもその間に、まあ、ちょっと学校で、まあ、なんかちょっとトラブルがあったりもして、はい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 、でそのサンクスギビング明けに、うん、自分が退学になるかもしらんみたいな学校裁判みたいなのが開かれる、ああ俺そのシーン見たことあるかも、うん、でどうしようどうしようってなってる中、まあ、その退役軍人のおじさんと一緒にサンクスギビングを過ごすねんけど、まあまあええか言うても、うんまあ、ネタバレとかないから、で結局、うん、何か言うたらで初日に行きました、うん、ほんならそのおっちゃんがアルパチーノやけんの、うん、アルパチーノやけんどって言ってやけんどなんか言葉使ったことないけどアルパチーノやねんけど、なんか急に荷物を食うわって用意しだして、はあ、どこ行くんどこ行くんってなるやん、その、はあ、学生からすると、ね、ニューヨークに行く、うん、みたいな、うん、それどこやったかな、どっかその
自分らがおるとこは分からへんけど、ニューヨークに行くみたいな。はいはい、いやそんなん行かれへんよ、うん、でもお世話せえって言われとるから、まあまあそうね、え行くから、うん、でバー行くねん。でもうむちゃくちゃやねんそのおっさん、ほんまに目見えへんのええことにそう、はい、むちゃくちゃしよって、うん、でなんかまあニューヨークに行って、うん、自分のそのなんかこう思い出の地じゃないけど、うん、まあ、巡るみたいな感じのことを、うん、まあ、一応するのよ、うん、その中でもまあいろいろあって、うん、でむちゃくちゃしとって、まあその中でもまあその少年との、まあ、絆じゃないけど、はいはい、まあ、ちょっとええ感じの話もありみたいな、で最終的に、まあ、そんな困難を経てその子は学校裁判に挑む。あ、でその裁判の途中にその男の人いた、うん、その目の見えない人、うん、おる。ああ、それがまた名シーンで、あ、見てたのちょっとチラ見してたかもな、うん、ワンちゃん。これもちょっとうまいこと伝えれてないと思うけど、まあ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 、まあ話の流れ的にはそういう感じなんだけど、いやいいよ。それってでもいわゆるそのセント・オブ・ウーマンっていう名前とはその関係してるというか、言ったらそのなんか男二人の友情みたいな感じでしょ、言ったら。そう、うん、でなんでセント・オブ・ウーマンかっていうと、うん、これはね、あ、言えない感じ。いや別に言えないけど、ネタバレになる。いや全く、うん、目が見えんくなった代わりに鼻がめっちゃ良くなったんよ。なるほどね。でもうその匂いで誰がどこにおるかとか嗅ぎ分けんねん。でまためっちゃ女好きこの人がで、なるほどね、もう女の人の香水嗅いだらテンション上がりまくるみたいな。アホだ。そうで、そのチャールズがそのおっちゃんに聞くねん、うん、何が好きなんみたいな、はいはい、でも一番は女やあ、そうなんや、はい、ね、もう一番はもう女、はいはい、でそこのね飛行機の中でその女の人を表現すんねんけど、ああ、いろんな言葉で、ああ、もうまあいろんないろんな言葉を使って表現すんねん、はいはい、もう詩的よね、はい、で、まあ、そうそうそう、でずーっと2番目はずーっと離れてフェラーリっていうね。で女とフェラーリが好きやね。なるほど。腐りきってる。腐りきってる。でもめちゃめちゃかっこいい。ああ。うん。まあそんな、まあ、バカみたいなこともありつつ、まあ最後はその、そうね、いい話というか感動。で最後、まあその学校裁判でそのおっちゃんが壇上に上がってくる。はいはいはい、で、まあ、親が来られへんから親の代理っていうので。はいはい、そのおっちゃんがスピーチじゃないけど、まあ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 、演説をするんだけど、はいはい、もう名シーン本当に名シーン見てほしい。あれいつの映画だ、ちょっと前だよね。あれはね92年とかそんなもんよね、うん、あ、そう、ちょっと古い映画やね。そうね、確かに。それも確かそのだからベスト5ぐらいに入ってたよね、確か。いや入ってたと思う、確か入ってたよね。これは入れてくると思うで。ああ、なるほど、うん、あ、何入ってたっけね、グランドブダペストホテル入ってたっけ。いやー入ってないんじゃない、入ってないっけ、うん、確か全然パッと出てこないけど、でもドライブは入ってたよね、確か。ドライブは確か入れてたような気がする。入ってたよね、うん、うん、ドライブも俺見てないんだけど。見てないな、見てないね。ドライブはええで、あ、でもドライバーだっけ、あ、違う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 、ライアン・ゴズリン、ライアン・ゴズリン、はいはいはい、そうそう、ララランドね、いいよ、うん、だ俺あの映画で初めてライアン・ゴズリングっていうのを認知した。ああ、俺もでも確かに、でもライアン、あれ他映画俺なんか見てたっけな、出てるの。そう、だから振り返ってみるといろいろ出てんのよ。うん、そのドライブ以前にも、はい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 、出てんねんけど、うん、見てたとしてもそのライアン・ゴズリング、こいつライアン・ゴズリングってして認知して見てなかった。であの映画で初めて「え、何こいつ」ってなって、あ、バカかっこいいみたいな、やばいやん何この俳優ってなって、で初めて「あ、ライアン・ゴズリング」っていう、うん、俺もちょっとだけしか見てないあれだからあれだよね、は、は、逃がし屋なんていうのあれ、あの職業、逃がし屋や、逃がし屋だよね、うん、その犯罪だから銀行強盗とかなんかいろいろその犯罪をした人たちにまあ依頼をされて、うん、まあそいつらを逃がすためのドライバー、ドライバーそうそうそうっていう役だよね。あ、めちゃめちゃかっこいい。
まあ、言ったらめちゃくちゃイージーな感じかな。いやあそんなこともないんだ。あれ意外とあれグロいよね。結構グロいよね、うん、結構血がブシャーってのあるよね。あ全然でずーっと暗い感じで、なんか普通にクリミナルクライム映画かなと思ってみたら、なんかすっげー重たくなる。あれででもジャンルで言うと何になるんだろう。なんなん戦闘部門は言ったらヒューマンドラマみたいな感じじゃん。うんそうね、どっちかというと、うん、あれはなんなんやろ。クライムサスペンスでもアクションになるのかな。ちょっとアクションプラスなのかな。サスペンスとかそういう系なのかな。感染のいい映画や。そう、うん、あれは結構短めなのかな。そんな長くもないのかな。そこまで長くはなかったと思う。うん、じゃあ結構比較的に見やすいような感じ、うん、だから気分によってなんかちょっと楽しい映画みたいなっていう感じではない。ああではないんだ、うん、あちょっとしっかり腰据えて見ていただきたい。しかもまあちょっとグロいし、どっちかというと。でこの、まあ、内容ももちろん大事やけど、もうライアン・ゴズリングの演技、はいはい、あれは最近の人、まあ最近の人っていうのもあれだけど、やっぱみんな多分イメージするのはララランドの方なのかな。ああそうやね。っていう あれ見て、うん、俺あれがあのなんていうのドライブが初めてやったから、あもうなんかいやもういらんことせんねんって俺もでも友達日本人の友達がそのララランドなんか見て好きたのも、うん、おもろかったって言って、うん、あれのライアン・ゴズリングめっちゃかっこいいとか、ね、いやドライブやでまあ多分その人によって好き好きあるんやろうけど、だからララランド好きな人はもうほんまなんかああいう感じの、まあまあまあ確かに確かに確かに、もうドライブのあのライアン・ゴズリングの哀愁、確かにもう半端ないで、なんでこんな悲しいなんかかっこええなみたいな、なんかどっちかというとなんか背中で語るタイプの役やね。はいはい確かに。そんなでも言ったらだって別にペチャクチャ喋るわけじゃなくて、結構ずっと無口で、ずっと無口で、でも笑わなくてクールでみたいな、笑わんくてほんまに、でもこう愛するもんのためやったら、はいはいはい、みたいな、でその人の幸せを考えて自分はさっと身を引くみたいなね、やることだけやってかっこいいです。かっこよかった。かっこいいです。ほんまにかっこいい。そう確かドライブもそう入ってて、でもそれ以外ほんまに覚えてない。俺もでもパッと出てこないんだよね。何入ってたっけな、うん、候補も出てこないんだよね。なんかこれいいんじゃないかあれいいんじゃ、多分あれは島模様とか言ってたっけ。島模様は入ってなかったっけ、とかあとチョコレートドーナツ。あチョコレートドーナツね、入ってたかな。チョコレートドーナツなんかワンチャン入ってても良さそうな。胸クソ系が1個入ってる、多分そうよね。たかな。島模様も家帰で、あれはすごかったもんね最初。あれ、うん、引いたもんね。あれを見た時の衝撃たるやん。本当にすごかった。あれだってもうしげさんからおすすめされて、うん、まあ、基本的に全部映画これおもろいおもろいよって結構しげさんから流されてっていうか、これおもろいよって言われて、うん、結構見たりとかするけど、あれは衝撃だったもんね。一番やろ多分。あれが一番で二番がフロムダスクティルドールかな。あれも衝撃だった。フロムダスクティルドーンはあれはマジで最高。もうバカ笑う。勧めた人全員が面白いって。いやあれはおもろいよ。なんやろな。で衝撃だもん。バカおもろいし、ね、バカ。だって誰があんな思いつく。だから最終だから何もほんま知らずに見てほしい。だからそうよ本当に。だからあれ別に予告とかなくても、うん、もうだからその軽い内容だけ知っとけば言われたから、あれでだって話の内容的に言ったら、うん、銀行強盗だっけ。そうやったっけな。で待って待ってるもん。あそうそうそう。で逃げて、そうでメキシコに逃げるみたいな。そう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 、うん、でそうそうそう、どうなるのかみたいな。こっちからさ見てる途中は、あ犯罪者による逃走劇なんだロードムービー。そうで途中そのなんか人質みたいなのも取ってみたいな、うん、だから最終的にどうなるのかなみたいな、うん、警察に捕まんのかなとか、うん、もしくはそのなんかもうちょっとなんか最後いい感じの感動系で終わるのかなと思ったら、ひどいもんね最後ね、うん、あれもう言えんけどだからいやまあ知ってる人は多分知ってるやろうけど、うん、知らん人は、うん、ほんま知らずに見てほしいね。だってある一線超えた後さ、えってなるもんね。だからあのパッケージの裏に書いてる あらすじとかも、はいはいはい、もうそれすら見ずに、うん、あれはいらないもん。見てほしい。予告も見なくていいと思う多分、うんうん、でもその最終のびっくりを除いたとしても、うん、普通に面白い映画やん。だから前半のロードムービー最後だから期待しちゃうのどうしても。その途中見てる時に、うん、だからまあその逃走しててなんかいろいろこう人とのあれもあって、うん、じゃあ最後どうなるのかなって途中からやっぱなっちゃうから、うん、
で最後があれだからそうそう、だから前半部分でもちゃんとできてる映画でしょ、ほんまちゃんと面白い映画やからこそ、うん、ここを落とすんやみたいな。バカよね最後あれマジ誰が思いつかあんな最後いやあれはよかった、素晴らしい、あれはスカッとしたわ最後。違う違う、そんなことじゃない、そ違う、しま模様よ。あ、しま模様ね、打って変わって、しま模様は俺なんで知ったんや、正式名称はしま模様のパジャマの少年だよね。そう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 、うん、あれは、あ、それこそほんまこの間話してたけど、ツタヤ、あー、はい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 、で発掘料品かなんか、うん、で一回探して、はいはいはい、で見て、うん、でそれね、多分うちの兄貴と一緒に見てて、はいはい、あ、なんか言ってたかもね、そうそう、うち兄貴と二人でツタヤいいことあって、うん、でなんか今日暇やから映画見ようぜみたいな、うん、で、あ、全然いいでみたいなで何本か借りてん、うん、でその中にその島萌のパジャマの少年が一本あって、入れんでそれがね、俺めっちゃ覚えてんのが、うん、あのなんていうん、あれなんていうん、パッケージ、あの、あー、パッケージの下にさ、見出しみたいなやつね、じゃなくて誰々もおすすめみたいな、はい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 、帯、あの小説とかで、あっこに黒柳徹子がおすすめしてたの、はい、黒柳がおすすめしてんの、この映画は人生で一度は見てほしい映画です、はいはい、みたいなの書いてて、はいはい、ま、それが決めてとかではなかったんけど、まあまあ印象には、そう、印象に残ってて、はい、あ、なんか面白そうやな、あ、で借りて見るやん、あ、まあ、前半普通に見てるやんか、はいはい、まあそうね、確かにあれはで、また確かね、あれ90分ぐらいやん、そう、90分、1時間半なの本当に、そうで、まあ、見やすい映画、見やすいで見てて、もうラスト、ラスト、はい、もう開いた口が塞がらんかった本当に、もう終わってもうほんまに5分10分ぐらい兄貴と口聞かれへんかった、マジで、ね、あれはすごい言ったらさ、まあ戦争系の映画じゃん、言ったら、うん、戦争の映画でしょ、で言ったら、まあ たまにその戦争映画で涙ありみたいな感じの映画もあったりするじゃん、最後が、うん、そうやね、うん、あれ別に涙とか感動とかじゃないもんね、あれ涙すら出ないもんね、あの終わり方というか、びっくりしたね、なんかもうびっくりが大きかった、びっくり、確かにびっくりが勝つ、でも胸クソ、胸クソ悪いし、ほんまに胸クソ悪かった、でもあれは 見とかなきゃっていうもんだよね、一生に一度は、とは一回は見てほしい、うん、でもその黒柳徹子が言うたことがすごい分かるまあ確かにそうだね、人生で一度は見てほしい、うん、俺もだからその一回その胸クソ映画特集っていうのを YouTube で上げた時に、うん、その中で一回紹介して、で何人かそのこの一応映画 その紹介始めるから友達見てみてって言ったら、何人かその中のその島模様を見て、これやばかったって言ったし、あとお母さんにも言ったんだよね、ああ、はいはい、そうそうそう、その何気に見るもんね、うん、全部見てるもん、そうそうそう、でそのいろいろ映画見てて、その戦争系の映画の中でもこれとこれ私見たけど、これ見てないみたいな、で、あ、そうなんだ、じゃあその3つの中だったらこれ最初に見なみたいな感じで、その島模様を一応言ったの、あ、はいはい、そう、あれよかったわってお母さんも言ってた、ああ、なるほどあれはすごいいい話だった、いや、そう捉えるのか、うん、まあ、なんかね、話としてはまあいい映画、確かにいいね、いい話、うん、いやで、エイサバターフィー、そうやね、エイサバターフィールド、ヒューゴ、ヒューゴ、うん、と、あと、あのお父さんはあれだね、ルーピン先生、ルーピン先生、ハリー・ポッターの、うん、で、で、で、いや、めちゃめちゃいい映画やけど、うん、いや、びっくりしたね、でも言ったらさ、戦争映画ってその例えば血が出たりとかさ、うん、戦いのシーンがっていうけど、あ、そういうのは全くない、そう、そこもまた面白いというか、だから、どこまで言うていいんやろ、いや、うん、最後に関わることはダメだけど、うん、だからブルーの、うん、ブルーの主人公、はい、主人公が、うん、まあ、ドイツ人将校の、はいはいはい、まあ、息子、息子で、しかもそのドイツ人将校も結構いいくらいというか、そう、うん、だから結局あれは何、ホロコースト、ホロコーストの、まあ、将校、うん、で言ったら収容所の近くに住んでる、そう、正確にはもともと町の中に住んでたけど、うん、その仕事の関係でその郊外に移ってきた、そう、うん、でブルーノが一人で外に遊びに行ったら、ああ、金網があって、金網があった、その向こうに縞模様のパジャマを着た少年がおると、そう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 、でしかも背ちっちゃくて同い年ぐらい、同い年ぐらい、そう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 、で結局そのそれはまあ囚人服みたいな
ことやねんけど、うん、でそのことを一緒に遊ぶようになって、うん、みたいな話やねんけど、うん、だからその戦争っていう、まあ、みんながイメージしてる、うん、バンバンみたいなバンバンで国と国が睨み合ってでなんかそのっていうのは描かれへん、うん、確かにねんけど結局その戦争の中にはこういう面もある確かに、うん、でもいろんな面がある中での一つを映し出してる映画ではあるけど、うん、マジででもあれは考えさせられるというか、うん、だからこういう風に紹介してくれる人がおりゃさ、うん、とっつきやすいけど、うん、俺一番最初にこう見つけた俺の凄さあのパッケージでね何の紹介もなくかかだから黒鍋がやっぱでかかったんですね黒鍋やっぱでかかったんじゃないそうなんかもしれんけどうん、うん、いやなかなかやるなあれはでも本当考えさせられるね、うん、子供と大人の違いというかうんそうね、うん、あれは良かったわいや分かるやろとか思うけどな今思えばいやでもその子供からしたらそのなんで檻の中にいるのかっての分かんないし同じ言語喋ってんのにっていう風になるじゃん。うん。だから戦争っていう難しいなって考えさせられるなあれは。まあね、うん。しかも90分っていう。いい感じの。いい感じの長さで。ぜひ皆さん見てみてください。決めてきよるよね。あと他に何あったっけね。それこそさっき出たチョコレートドーナツ。でもどっちかだよね。多分入ってたとしたら。うん。そうね。うん、まあチョコレートドーナツもちょっと軽く言っとくか。チョコレートドーナツはねどう言ったらいいよ胸まあ一応胸クソ映画になるのかな、うん、胸クソ映画だね、うん、あれは最後なんか胸クソっていうとなんか結構みんな、 なんかスプラッター系うーんまあ言ったら思い浮かぶかもしれんけど、うん、なんかあんまスプラッター映画みたいなのは別にそんな見えへんの、ね、確かにね、うん、ほんまなんかこう精神的にじわるやつが結構視覚的にじゃなくて、ね、好きかな、うんなんかうわーええー、なーチョコレートドーナツはねなんか話的には、まあ、なんか何年やったか1970年代ぐらいだね確かのアメリカで、うんまあ、ゲイのカップル の、うん、の話で、そうね、でそのうちの一人、うん、カップルの一人の家の横の家そうね横の家の子供かな、うん、が言うたら障害を持ってる子供、うん、ダウン症だねダウン症の子で、うん、でまたプラスアルファ母親からネグレクトを受けてる、うん、で親は薬やってたりとか、うん、でその母親が薬で捕まった、うんうん、でその子が何あれ児童施設児童養護施設みたいな感じだねに引き取られるっていう時にもう私が育てるみたいな、うんうん、そんなところに入れるぐらいだったそうそうそう、うん、でそのゲイのカップルが2人でまあ育てていくみたいな話やねんけど、うんうん、まあその時代の中でのそうね、そうそうそこがね、まあ、言うたらなんていうんマイノリティばっかりの映画そう確かにあ確かにそうだねゲイのカップルそしてまあ、うん、障害を持っている子供、うん、でも時代的にはもうマイナスマイナスマイナス、ねうん、やん批判を受けて当然の社会というかの映画の中ででまあええ感じに進んでいくねんけど、うん、いやまたいや最終ね なんかなかなかのなかなかの、ね、なかなかのエンディングに進むねんけど、うんまあ、それはさておき、うん、中の歌がいい確かにそれ結構言うよねおなんか好きで今まあわかるけどそのだからそのダウン症の子供が住んでたアパートの隣に住んでたそのゲイのカップルの一人がなんだっけダンサーだっけまあ言うたら歌手なんかパブの一角で歌ってるみたい なんつうんだろう、うん、なんかねの人なんだよね、うん、その人がで劇中で実際に歌うねんだけど、うん、アラン・カミングやなああそうだそうだそうそうそうが歌うねんけどなんかその歌がすげえいいのよまあ確かに確かにひ、まあ、ひまあそれだけのそのなんか背景があるから響くっていうのもあるかもしれないけどすごい、うん、あの歌が好きで俺あの映画の嫌いというかすごいなって思うのが嫌いな嫌いというかすごいなって思うのが、うん、最後すごい展開になるじゃん、うん、でそれをなんか別にそんな大したことなかったよみたいなさらっとねさらっと流すじゃんあれすごいよね
あっこがまたなんか来るよね、うん、うわーってなるね、うん、言ったじゃんってもう言うたやんだからってなるじゃん。もうそれは多分全員の人が思う多分ね、うん、いやだから言うたやん、うん、でもほんまエンドロールが流れる時いやだから言うたやんなると思うけど、あいやでもそうね、もうなんかあえてその見せないっていうね、あったことを全てをね、うんうん、でだから逆にそれを考えさせられるというか、その何島模様のパジャマの少年でもそうやったけど、そうね確かに最後をあえて見せないっていう、うんうん、もうはーみたいな、だそれが多分いいのかも実際、うん、あこれあかんか、あかんよ、あかんか、あかんな、言っちゃあかんよ、うん、いやその島模様とかでも、うん、あのこう入るやん、はい入るよ入るよ、まあそこにね実際ある場所に入ります、入って、うん、ほんまはどうか分からへんやん、でも入って閉められて、はい、でどうなるか分からへんやん実際、はい、もうその確かに先に出口あって出とうかもせんし、うん、だしでしかもそのまあそうね確かにほんまやったら、うん、で周りの家族の反応とかそのなんか雰囲気的に俺らが勝手にあこうなったんだなってっていうのを、うん、だけかもせんけど、まあ、実際多分ちゃうんやろうけど、まあね、うん、分からへんやん、うん、けどまあそう、ね、でも確かにそのあえて見せないっていうのがいいんだろうね、うん、そのこっちが考えるじゃん、だから例えばその島模様に関しても、うん、あ中で多分こんだけなんかえぐいことというかこんなことが起こってるんだって想像するし、うん、だからあれもセブンもそうじゃん、最後さ What's in the box? そうあれもだって中身見られないじゃんあ見せてない、見せてないじゃん、だから本当かどうか分かんないじゃん、あでしょ、でもまああれだけブラッド・ピットが怒り狂ってまあそれも演技のあれよねでしょ、あれも見せへんことによるっていうのがでかいんだ、うん、やっぱそうなんじゃない、うん、What's in the box? いいシーンやね、いいシーンや、素晴らしい、セブン入ってなかったっけ、だから多分なんかセブン定番すぎるみたいな感じで入れてないんじゃない、何その定番すぎるみたいなひねくれた考え方いやひねくれてるやん、ひねくれた考え方、いやいやいや多分入ってないんじゃない、いい映画、まあいい映画よかった、あれも、うん、そうね、あとなんかあったっけね、そのシリーズもは抜かそうっていう話にしてたんだよね、うんうん、だから言ったらそのゴッドファーザーめっちゃ好きじゃん、好きでしょ、うん、もう一番好きって言ってるぐらいじゃん、一番好きでしょ、でもその話の中でじゃあシリーズもはやめようと、うん、全部紹介しなきゃいけないことになっちゃうからっていうので、うん、だからそのシリーズもはやめたと思うけど、ロード・オブ・ザ・リングもう言ってたね、ホビット、ホビット大好きだよそのでもそれでもコウスケからすればハリーポッターも入ってくるわけでしょ、いやまああれは誰だって好きでしょ、嫌いなやついんのか、ハリーポッターも嫌いというか見たことない人でもおるんじゃない、いるよ、いや俺の友達もいたもん高校の時とかにハリーポッター見たことないっていなかった逆にいやだって同世代やから、いやまあまあ確かにね、見てない、いや俺知らんの、いや俺周りいたんよマジで見たことないって、俺本当引いたもんね、どうやってそのちっちゃい子育ってきたのというかだからその何金曜ロードショーとかでも見えへんかったってことだと思うよ多分、まあ、だから例えばそのハリーポッターの4からじゃ見たいかって言われると微妙じゃない、まあ、まあ1から見てっていう話じゃない、だからジブリ見てないのと一緒やな、確かに確かに、まあ、でもあれは単発だからどっから見てもって感じだったと思うけど、そんなもんすかね、うん、何、うん、全然覚えてないわ、あと何やろうな、うん、なんかでも俺はでもその辺が結構パッと上げてるイメージがあって、うん、すんなりなんかこう順位決めてたというか、だから多分まあ自分の好きな映画っていうよりもおすすめする映画、確かにそうだ、だから言ったらカテゴリーで言ったらそんな偏ってないもんね別に、うん、年代でもその例えば1990年代の映画ばっかとかっていうわけでもないもんね、うん、と思う、あおすすめできる映画みたいな、だね多分そうだよね、じゃないかな、うんうん、ちょっと偏りは出てくるけど、まあ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 、ある程度の、うんじゃないかな、ね、このあとちょっと俺のそのベスト5というかそのおすすめ5選をちょっと紹介しようと思ったんだけど、うん、もう時間が結構取ってて、何分もう、あ、うん、もう50分ぐらい取ってる、そうだからこのまま俺言ったらもうえぐいことになるからあ俺のあの映画はちょっと次の回次の回回したいと思います、はい、はい、なのであー違う違う違う、ごめんなさいごめんなさい、これだね、はいはい、なんでまあ次に私の映画5選をちょっと人生のベスト10、ベスト5か、うん、みたいなものをちょっと紹介していこうかなっていうふうに思います。はい、はい、
こんな感じで今回はエピソード3ですね。エピソード3ちょっとすっごい早口で喋ってなかった。いや全然多分大丈夫だと思う。ちょっと息苦しかった今喋ってると本当まあ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 、でも聞いてる人たちも多分分かりやすかったと思う、うん、多分。だからまあ今日ちょっと紹介した映画もし興味ある方ぜひ見てみてください。はい、こんな感じでちょっとエピソード3を終わりたいと思います。それでは、皆さん次の、ポッドキャストで楽しみにしていてください。それでは皆さんさようなら。